糖尿病といえば、中高年でぼっちゃりとした人がなる病気というイメージを持ちますが、実は若者や痩せ型の女性にも増えています。初期段階では目立った自覚症状がないため、気がついた時にはもう遅いということになりかねません。今回は今からでも取り入れたい糖尿病を予防するための生活習慣、食生活を7選ご紹介します。糖尿病予防のための生活習慣、食生活7選。1. 糖質を減らすことを意識する。糖質を多く含む食品は、丼物やラーメン、パスタ、菓子パン、カップ麺、スイーツ、ジュース類など多岐にわたっています。最近では糖質制限ダイエットが注目を浴びていますが、糖質を完全に断つことには無理があり、体にも負担がかかります。糖尿病予防のためには、1日の炭水化物摂取量を今までの半分に減らす程度の緩い糖質制限で糖尿病を予防しましょう。 2. 丼物など単品メニューはやめる。ランチは手早く食べられる丼物や麺類、カレーなどで済ませる人も多いと思いますが、単品メニューは炭水化物が多い傾向にあるため避けましょう。なるべくサラダや副菜がついている定食メニューを選び、丼物やカレーを食べるときにはあらかじめご飯を少なく注文して、サラダやスープを加えたり、トッピングでタンパク質を増やしましょう。 3. 食べる順番に気をつける。食べる順番も大事で、最初にサラダなどで野菜を摂ると血糖値の上昇が緩やかになります。次に満腹感を得やすい汁物、そしてタンパク質の肉や魚、大豆製品などのメインのおかずを食べましょう。最後にご飯、パン、麺類などの主食を食べるなど、コース料理風にすれば自然に炭水化物の量が減らせます。この時、白米よりは玄米、食パンよりは全粒粉のパン、うどんよりはそばにするとベターです。 4. 飲み物はお茶か水にする。水分は胃に重量がかかって満腹感を味わえるので、水分をたっぷり取るようにしましょう。しかし清涼飲料水やジュース、砂糖入り缶コーヒーなどの甘い飲み物は禁物です。また健康のために飲んでいる市販の野菜ジュースや飲むヨーグルトにも大量の糖質を含んでいるものがありますので、水かお茶にしましょう。 5. コンビニではミニ惣菜をプラス。コンビニ飯で済ませることが多い場合は、糖質はおにぎり1個かサンドイッチだけに抑えて、それにプラスして味噌汁やサラダ、焼き魚や枝豆などを組み合わせましょう。コンビニはバリエーション豊富なので、立派な糖質制限ランチをチョイスできますよ。 6. 空腹解消お助け食品を常備。夜ご飯を食べてから寝るまでの間にお腹が空くと、ついお菓子類に手が出てしまいますが、夕食後の甘いものは脂肪になりやすいので厳禁。お菓子ではなく空腹解消のお助け商品を常備しておきましょう。もずく酢やめかぶなどのカップタイプ、納豆、チーズ、無糖ヨーグルト、豆乳、魚肉ソーセージ、ところてんなどがおすすめです。 7. 喫煙、多量飲酒はやめる。喫煙はインスリンの分泌や作用の低下を引き起こし、運動能力や代謝力も低下するので避けましょう。またアルコールは 1g あたり7キロカロリーで、 1g あたり4キロカロリーの糖質より高カロリーです。加えておつまみに唐揚げやポテトチップスなどカロリーの高いものを食べがちですので、多量飲酒はやめましょう。アルコールはほどほどの量で、おつまみは糖質を含まないものを選びましょう。以上、いかがでしたか？糖尿病は予備軍も含めて5人に1人がかかるそうで、中高年だけでなく若い人にも増えてるようです。気がついた時にはもう糖尿病になっていたということにならないように、今回ご紹介した生活習慣、食生活を取り入れて、それに慣れていきたいですね。